今日はね、山菜の栽培方法のコツについてお話ししたいなと思うんですが、まずはうちにある山菜を見てもらおうかなと思うんで、うちの周りの山菜たちを見に行こうと思います。でこれがわさび、山のわさびで、まあ水気のあるところだったら山の中に生えてる普通のわさびなんだけれども、まあ、葉っぱとか花とかを食べるやつ、茹でてタッパに入れて香りを残しておいて、そのツーンとした香りを楽しむ山菜なんだけれども、まあ、ちょうど花が満開で、見頃で、これ増やそうと思って今これで花つけて種つけて増やそうかなと思ってるところなんですよね。山のわさび、清流に入るわさびとはまた違うんだけれども、こういうのもうちでは栽培してます。苗買ってきて植えたらだんだんと増えてきて元気になってきたという感じで、いてててこのところにこれがね、小ごみ、まだちょっとちっちゃいけれども、これを茹でてマヨネーズで一緒に食べたりとか、ごま和えにしたりとか天ぷらにしてもいいやつ、これが小ごみね。小ごみ、もう少し大きくなってからでもよかったんだけども、もうちょっと大きくなってからだとこの花終わっちゃうからね、わさびの花が終わってしまうんで、ちょっとちっちゃかったけども、小ごみも登場してもらったっていう感じです。それでこれがね、ちょチューリップみたいに見えるけれども、行者ニンニクなの。これチューリップなんだけどね、チューリップと混ざっちゃったこれがチューリップ、行者ニンニク。見分ける方法とすれば、根元にこの赤いなんていうの、被弾がついてるんだけども、ニンニク、ほら売ってるニンニクと同じような成分、なんだっけ、アリシンだったか、ニンニクの香りの成分がすごく強く入ってるから、疲労回復効果がある人気の山菜。北海道が有名じゃなかったかな、この行者ニンニクはね。青森でも結構いろんなところに生えてるん で苗買ってきたら、これも花つけて種つけて増えちゃったから、移植移し替えしてあちこちに増やしてるところ今勝手に生えてくるし、病気にもならないしね、すごく栽培が楽な山菜ですね、この行者ニンニク。おすすめよこれ本当に。それでこれがね、ゼンマイ、山のダイヤとか黒いダイヤとか呼ばれるゼンマイなんだけれどもね、これこれね、タキイシュ病から取り寄せて植えたやつが、育ってるやつ。これを干して、茹でて干して、乾燥させれば乾燥させたのに1キロで1万円とか2万円とかする高級な山菜、ゼンマイ本当に美味しいよ。干してそれを水で戻して煮て、炒めたり茹でたりして食べたりすると本当に美味しいのさ。でここにも行者ニンニク生えてるんだけども、あちこちにあるよ、これはゼンマイ。まあ今年は取るか取らないか分かんないけど、もうそろそろ取る、もうちょっとしたら取るかな、取るとしたらね。でもその時取るときはオスメスがあって、ちょっとここだと分かりづらいけれどもさ、これはメスだな、胞子が出るやつは残して、オスのやつ葉っぱは、まあ何本か残して取るっていう感じで、株を守りながら育てるっていう美味しい山菜だよこれもね。それでまだ芽は出ていないな、芽は出てないけれども、これね、ウド、山のウド、これも苗取ってきて買ってきて植えて、である程度大きくなったら、その株をね掘り上げて切って増やしてっていう感じで、まあ、その向こうまで、向こうからここまで3メートルぐらいウドが出てくるのね。でここまた行者ニンニク植えたんだけど、今年ね、ここにも小ごみもいるし、小ごみね、いろいろなね山菜があるのよ。ゼンマイ、コゴミ、わさび、餃子、ニンニク、ウド、あとなんだろう、まあいろいろ他にもあるんだよね、映ってるので。蜜葉とかもあるし、まあこんな感じいろいろあります。あ、吹きもあったな、吹きも。でこれまだ出始めだけれども、吹きね、大きくなってきたらこれを炒めたり茹でたり、なんだろう、佃煮にして食べたりします。吹きいくらでも生えてくるね、増えた本当に。ここもあっちも一体吹きがあるんで。でこれもあった、これ朝月ネギの、野生のネギみたいなもんかな。これもね、あの酢味噌和えにしたりするとすごく美味しいから、それすごく増えやすいから、株分けしてもいいし、これ、分結して増えていくから、こういう風に密生してきたら掘って一本一本植え替えてって繰り返していけばいくらでも増えていく美味しい山菜だね。
っていう感じで何種類あったんだろう。わさび、餃子、ニンニク、こごみ、ふき、浅つき、うどん、ゼンマイか、7個かな。うん。で、これだけの山菜がうちにはあるのね。で、基本的には、大して手入れはしてません。だって自然にあるものなんだから。自然にあるものを取ってきたんじゃなくて、苗屋とかで、苗やつが、苗として売ってるのを取り寄せて、滝石病から取り寄せたりとか、その辺のお店で売ってるのを俺買ってやってるんだけどで、それを増やしていって、まあ、あと勝手に増えていくんだよね。で、この、増えていくっていうのがなかなか難しくて、俺の父親母親は、俺がここに戻ってくる前にも結構ね、買って植えたりしてたんだけれども、消えてうまくいかなかったと。で、俺がやり始めてからどんどん増えるようになってって、なんでってさ、言われて、ね、俺も調べたんだけれども、この山菜を育てるコツっていうのが、今回、まあ一番言わなきゃダメなことなんだけども、化学肥料とかを嫌うらしいのよ。ゼンマイ農家さんの記事を見て、よーく読んでいけば、化学肥料とかそういうものと相性が良くないと、山菜ものは。うん。まあ、だからそれはね、科学的な話とか学者の話とかではないけど、その農家さんの記事を読んで、経験則として書かれてたのは、まあ、化学肥料とかはガツンと効いてくると。で、そういうガツンと化学肥料っていうのはもう、窒素とかね、リン酸とかそういうのが、単体とかもうすぐ使える状態で入ってるからすぐ効くんだけども、それがすごくいい特徴なんだけれどもね、速効性があるってのが。だけども自然界においては、すぐ使えるような状態で物があるわけじゃなくて、いろんな有機物とか物質、生き物によってその空食われるの中で、栄養素、まあ、窒素、リン酸、カリとかが用意されて、それを元に山菜っていうのは育つわけで、ずっと、なんつうんだろうな、ゆっくり効いてくる地高性の栄養分、肥料分っていうものを使って成長してきたわけだ。で、山菜っていうのは品種改良はまあほぼされてないから、野菜とかトマトとかナスとか、ジャガイモとか、そういう栽培する野菜であれば品種改良されてるから、化学肥料との相性っていうものは長年あるんだろうけれども、山菜っていうものは原種に近いわけで、だから、その化学肥料に対する耐性がないんだろうね。一気にガツンと効いてしまって、びっくりしてしまって、うまくいかないんだろうなと。で、俺のじいさんがやってた時、元気な時、化学肥料入れてたの。今歩いてたところね。で、そこの一部に父親と母親がいろいろね、植えてみたり、なんだりしたんだけれども、うまくいかなかったってのは多分そういうことなんだと思うのね。で、俺が来てからは化学肥料は一切使ってないし、じいさん、まあ一部じいさんやってた時、部分は化学肥料がまだその時も入ってたけれども、完全にね、じいさんもこの間、まあ5年ぐらい、6年前か、認知症になって完全に何もできなくなって自宅で見てて、で、去年1年前に、自宅で見とったんだけれども、その5、6年前からは俺が完全に管理してるんだけれども、にはね、そこになると化学肥料とか、農薬とか除草剤っていうのは一切なくて、有機物を供給し続けるって入れるとしても、培養の有機とかみたいな、有機ジャスでも使える、有機物の肥料、ね、あと米ぬかとか、もみがらとか、なんだろうね、菜種油かすとか、そういうものを使ってきて、だから速効性はないんだけども、ゆっくり微生物が食べて分解して効いてくるタイプの肥料、まあ有機物だよね、を中心に土作りしてきたから、すごく相性がいいみたいで、餃子ニンニクにしても勝手に増えていくし、あのこごみってさ、買ってきて植えたんじゃないんだよ。取ってきて食べてて、で、食べられない部分あるじゃん。俺は、ホームタンクってさ、雪国ならいっぱいあるんだけれども、灯油が入ってる大きい70リットルとか400リットルか、うちは。400リットルのタンクの下に投げてたのね。土に戻ればいいべって。そしたら勝手にできて、増えてきて、植え替えして増やして増やしてって増えてきて、勝手に増えたりするんだよね。ほんと、そういう感じ。朝月は、株分けしてどんどん増えていくし、餃子ニンニクも増えていくし、吹きもどんどん増えてくるしっていう感じ。だから、山菜、ね、原種に近いものほど自然農法とか有機栽培っていうものとの土作りとの相性がいいっていうのが俺は経験則としてね、
学者先生が言ったことじゃないからね、俺が言ってるだけだから信憑性に欠けるかもしれないけれども、そういうふうに思っています。だから、もしねこの動画を見て山菜ちょっとやってみようかなってね、滝井さんとかいろんなとこから取り寄せたりとか、ネットでも売ってるし、苗とかね、で近くのその山野草売ってるとこでも多分売ってる場合もあるんで、それに挑戦しようっていう方は、俺が推奨しているようなっていうか、みんなね、有機栽培の自然農法のような土作り、有機物を使ってやる、化学肥料は与えないで、ゆっくりゆっくり効いてくれる肥料を使って、山菜の栽培をすることをお勧めします。なかなかね、肥料だったら何でもいいだろうと思ってやっちゃうのかもしれないけども、やっぱ化学肥料だとやっぱりこううまくいかないみたいなんだよね。まあ先輩の経験則くらいあるけれどもさ、だからそこだけ気をつけてやってみてもらえたらいいかなと思います。山菜に興味がある人は、ね、ぜひやってみてほしいなと思います。山菜って基本的に強いからさ、原種に近いわけだから、虫もあまりつかない、本当につかないんだよね、あまりね。野菜に比べれば本当楽だし、ほっといても出てきて食べれるから、今ちょうどまた円安154円いったのかな、この動画撮ってる時ね。また輸入するものとか、食材も、輸入してる食材も、肥料も農薬もまた燃料も上がっていくと思うから、生活がまた苦しくなっていくと思うから、こういう山菜もの、ほっといても取れるものを身近な庭に植えておくのもいいと思うんで、で、そうだ。日陰に相性がいいんで、あいつら。ね、日向よりも日陰の方が、山の中大体日陰だから、そういうところでも生育してるもの、フキとかでも、餃子ニンニクでもゼンマイでも、まあいろいろ動画に出てきたやつでも、大体ね日陰で水気のあるところを好んだりするから、野菜を植えられないなっていう場所に植えておくといいかもしれないね。これからの物価対策にもなるし、生活を守るものにもなるし、で普通の野菜を植えるのに向かない日陰でも、育つっていう強い野菜になるんで、山菜はね、やってみてほしいなと思います。やるときは化学肥料とかを使わない栽培、有機栽培、自然農法の土作りをやってみることをお勧めします。まあ、これが今回の動画、山菜の栽培方法のコツ、ポイントについてのお話でした。育てるものによっては使うものを、変えてみるっていうのも大事なんで、ぜひ山菜やる場所あったらね、やってみてほしいなと思います。